ケルキラ県は、ギリシャ共和国のイオニア諸島地方を構成する、行政区の一つ。県とはケルキラ。首都であるケルキラ島の英語名から、ゴルフ県とも呼ばれる。イオニア海上に所在するイオニア諸島の北部に位置する。県と、ケルキラは、ケルキラ島に所在し、ヨアニナから、西へ約7 1トルレフカダから、北北西へ約1 1 0トル 首都アテネから西北へ約3 8 7キロメートルの距離にある。最大の島はケルキラ島で、その東南に位置するパクシ島がこれに次ぐ。ケルキラ島北方のに浮かぶ友人の小さな島々をトニ島やエリクサ島、マトラキ島などを県域に含む3000人以上の都市、集落は以下の通り。ケルキラ島東海岸中央部に位置する県とケルキラは イオニア諸島最大の都市で、イオニア諸島地方の主府でもある。ケルキラ県ケルキラ県は以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。ケルキラ県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのケルキラ県は以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は、 渦と対応している。旧自治体乱で印を付したものはキノティタ。それ以外はディモス。成長所在地乱で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。県には以下の軍があったが、2006年に広報的な位置づけは行われていない。ありがとうございます。